前にも読んだ白の契約のウェポンストーリーですね。これはニーアオートマタのストーリーに大きく関わってくるので、ちょっと本編からは、別枠の再生リストに入れておきます。まあ、レベル1はまあ前読んだので、レベル2からですね、ポット司令部や通信、作戦対象と接触、現状で不審な手は見られず、引き続き監視を継続予定以上。ポット司令部通信、作戦対象の観察記録を調査したが、敵対行動を確認できなかった。対象の再調査及び本作戦の一時中断を申請する。対象の破壊を確認。私は謝らない。そう約束したから。さよなら。っていうことなんですけど、これは、ある人物を、監視して、もし裏切りであったり、何らかのその組織について、不穏な行動をするようであれば処刑するっていう任務があって、こういう行動を取ったという、そういうことなんですけど、これについては、ちょっとニーアオートマタの、うちのチャンネルの、再生リストから言うと、オートマタのパート21と、もう一個がパート38。こっちを合わせて見ていただくと、ちょっと内容が深く分かってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとぜひそちらも見てください。で、まあ、もう一個、黒の制約ですね。こっちはもう一人の主人公、9S の、メインの武器で、これも確か前にレベル1は読んだかな。で、レベル2から、まずはメイドの調整、お願いします。あなたが目を覚ました時に、最初に見るのは僕の姿。寝癖ついてないですよね。次は音声認識の設定です。もしもし、聞こえますか？あなたが目を覚ました時に最初に聞くのは僕の声。上ずらないように気をつけないといけませんね。これでオプションの設定は完了です。おはようございます。こうやって僕たちは今日も穏やかに起動する。敵である機械たちと殺し合うために。まあ、ニーアオートマターのね、キャッチコピー、キャッチフレーズかな？どっちだったっけ？どっちかな？あれ、忘れたんですけど、命もないのに殺し合うっていう言葉があるんですけれども、まあ、それがこの言葉かなっていうのと、あともう一個、どれだっけ？これか、白の行事。その槍は、槍を持つ者は、非業の死を迎える。そんな呪われた品があった。今その槍を持つのは魂の存在しない機械人形、人ではない機械に、槍は何度も死を与えた。機械人形は同じく、機械でできた兵器たちと戦争していた。潰されての圧死、燃やされての焼死、突き落とされての転落死、機械人形は何度も生まれ変わり、再び戦場に投入される。戦争はより過激に、より複雑になっていった。自爆による特攻、偽りの作戦、仲間からの裏切り、魂のない機械人形は無限の地獄を繰り返していく。やがて機械人形に最後の死が訪れた。それは信頼する仲間を守るための自己犠牲、二度と復活できない作戦。その身を、蝕む苦痛の中で機械人形は安らかに眠った。ってあるんですけど、これまあダウンロードコンテンツで手に入る武器なので、白の行事にしても、白の契約、あとは黒の制約か。まあ、ファンサービスと言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあ、武器自体はね、この時代からあっても別におかしくはないと思うんですよ。ただ、このウェポンストーリーっていうのが、このニーアレプリカントの時代の8000年後の未来の話なので、まあ、こんなウェポンストーリーがこの時代に存在するっていうのが、普通に考えておかしいんですよね。で、まあ、何が言いたいかっていうと、このウェポンストーリーを書いた人物っていうのが、設定上存在してまして、まあ、それがたびたびヨナの日記に登場してくるアコールっていう人物なんですけれども、多分っていうか、これもう自分の勝手な推測になるんですけど、アコール目線の、物語の進行を見ているっていう、そういうことかなって。アコール基準で言うと、もともとの
オリジナル版のニーア・レプリカントとニーア・ゲシュタルトのストーリーを先に観測して、その後にニーア・オートマタのストーリーを観測した後に、さらにこのバージョンアップ版のニーア・レプリカントのストーリーという順番で物語見てるんじゃないかなって。だからこの時代に、まだ起こっていないはずの出来事が書かれているっていう、そういうことなんじゃないかなっていうのが、自分の中の解釈として、生まれたので、ちょっとその話を、したかったというだけです。はい。以上になります。はい。では、本編の方の再生リストの方も、オートマタ、レプリカント両方とも見てくださればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。